つながりがあったって偶然、お友達のナランハ、あのジャグリングのネットのお店、ジャグリングってるところ、友達のお姉さん夫婦が経営してるらしくて、マジで？すげえ。多分そのことじゃないかなと思うんだけど、電子売れてるからなんでかみたいな。そうだからたまたま、じゃあ余計にあの国会議事堂の前でとかその中でとかいろんなところで桜と一緒に撮ってみたりとかしたみたい。娘さんの入学式で東京行ってたんだけどさ、彼女だから沖縄何何みたいな。なるほどね。奈良派の人たちもそう言ってて、何が起きてるんだと。そうだからついでにじゃあもう沖縄の販売所やっちゃえってことそのそう、ね、そうミーティングしてたいいんじゃない、いろんなあのデザインをしてさ、あいさ水飲まんと暑い、あと2分あのってこと、ちょっと熱くなって遠慮なくクーラー下げてよ、はい、ちょっと下げ目にあと1分ですね、うん、誰もいないんだけど1分で不思議、でもトイレ行きたい、誰もいないんですけど今うつ病、うつ病ですね。あ、テーマうつ病ってもうどうしても一個言いたいのがあるな。なんでも言ってない。テーマうつ病だけど何も喋ることなくて。テーマだけ決めとけばね。うん、そうそうそう。別に喋らんでもいいし。勝手に話しますよ。10秒前です。これいいね。なんかこう自由度もあるし、はい、なんか動きも制限されないから。10、9、8、7、6、撮った方がいい、回したら撮れます、回すだけ、3、2、1、誰にも言わんでよ、うつ病なっちゃったジングルみたいにはい、つかさ、はい、これあのエコーとかもできるの、はい、できます、じゃあちょっと俺があの誰にも言わんでよってちょっと低いトーンで言うからちょっとエコー聞かせてもらっていい、あ、はい、わかりました、じゃあのどうぞって言ったらちょっと喋るから、エコーを聞かした場合どうなってどう聞こえるか、はい、誰にも言わんでよパート1 おい、あ、いいね、あ、エコーいいね、ちょっと今日ずっとエコーを入れて喋る聞いてるとかずっとやると聞きづらい、でもこれエコーはあれよね、ツイキャスではわからんよね、わかります、マジで、あ、ごめん、すげえ、え、ユーストでもマジか、すげえ、やさ、ありがたいね、じゃあだテーマ、じゃあ上原さんちょっとあの言ってもらって、あれ入れるからエコー、これあ、うん、使った、すげえエコー面白いね、あの安心がラジオやって初めてエコー入れたっていうね、みんな結構使ってる、使ってる方は使ってらっしゃいますね、はい、どこに刺すの、一番、はいはい、ね、抜いたの、いや抜けてた、抜けてた、うん、抜かれた、あ、そかそか、ウエルさん、これあのエコー聞こえんからね、 あれ今、使えるやつやっといたら、いや、これしかない、あ、これしかない、すごいね、始まってからマイク、ウエルさん、聞こえる、オッケー、ちょっとじゃあちょっと俺もハマったから、あの、さっきの誰にも言わんでよのエコーバージョンちょっと聞いてよ、ちょっと司、じゃあちょっともう一回キュー出してから、誰にも言わんでよ、誰にも言わんでよ、やめて、うつ病になっちゃった今わざわざのやめてよ、甘かったな、やばい、今の巻き戻ししてもう一回流せる、できないか、それはもう一回やってみよう、もう一回ね、やめてって、やばかったよね、今のはいいね、今のはよかったね、死にエロスだったよ、だからよ、偶然偶然、違う、わざとじゃなくておかしい、いやー、じゃあもう一回やって、いやもう一回できない、もう一回行こう、もう一回行こう、じゃあ3回目、楽しいことは何回でもやろこの何回でもやろ、はい、行こう、はいはいはい、準備して、はい、みんなのマイクが、うんうん、やめてって言ってよ誰にも言わんでよ、やめてたい、誰にも言わんでよ、言わんば
イエーイ。分かった分かった分かった。ラストラスト行こう、ラスト。どんな番組かこれ。エコで遊ぶ番組。3、誰にも言わんでよ。やめて。さっきの面白かったね。さっきはね、あのガチのトーンだからね、本当のトーン。今ちょっとテレモン、テレモンありましたね。まあいいや、じゃあじゃあテーマ、今日のテーマはっていうから、じゃあ上田さんのそれ言ってね、じゃあ、はい、じゃあ今日のテーマをっていう、じゃあ今日のテーマはこちら。うつ病になっちゃった。はい、じゃあテーマはね、一応あんまり知られてないけど健康番組ですからね。そう、誰にも言わんでよは実は健康番組なので、実はね、はい、そうなんです。でもよ、まあ、うつに限らず、うん、病気の人ってさ、うん、俺もああなるほどなと思ったけど、ずっと病気の話してるよね。うん、病気の人は病気のこと言う。そうそうそう、病気が好きだもん。だから思う、そう、それ本当、病気の人はね、だから病気になって治りたくないよ。そう、病気好きなんだよ、うん、もう病気の知識はすごいからね。すごいし、薬と病気の知識は、あの、私こんな病気あるけどどんなかみたいな勢いさん、うんうん、そうそうそう、もう病気自慢さ、うん、多い方が勝ちみたいな。うわ、肝臓になってるよ。うわ、腎臓おもろいやどんな時代よってね。確かに。だからもう、うん、そういう時代さ、今。あ、面白いよね。だ、本当健康になりたかったら、たとえね、その不具合、故障箇所があっても健康の話しないとね、ここに関しては、うん、健康になりたかったら健康の話しない方がいいと思う、うん、いいことも悪いことも、好きなことの話とか楽しいこととか、あ、なるほどね、そういうところに目を向けると。あ、そうか、まあ、別にもう話しない、議論しないと、ない、もう健康という前提分かったからっていうか、元気だから、うん、あの趣味がすごく楽しくて嬉しいから気がついたら健康なのにみたいな、あ、当たり前みたいな、ありがたいさね、うん、もうじゃあ、あの一応漫画の話だけど、うん、あのサラリーマン金太郎で、うん、金太郎が男の子とアフリカ旅行するのがあるわけ、うん、なんてかっていうと、もう脳にがん腫瘍が見つかったから、もう治せんって言って、うん、もう何がしたいってから、うん、本当世界行きたかったってから、うん、オッケーってから、退院っつって、うん、お前もアフリカで死ねってから、うん、って言って、漫画だよ、うん、漫画だけど、あの帰ってきたら、うん、すっかり消えてたっていうのがあるわけさ、うん、そういうことよね。そんな感じ、忘れるんです、きっと。楽しいことでいっぱいいっぱい、うん、感情も心も脳の考え方も楽しいことでやってたら細胞が喜ぶから病気を忘れちゃうみたいな、うんうん、だから元気になっていくと思う。そうそうそう、意識しすぎるんだよね、病気の人って。だから詳しいんでしょ。そうそうそう、だ、そう、詳しくなってからさ、詳しくなるさ、興味があるのが病気だから、だから自分の体も専門になってしまってるわけですよ、うん、でも今、まあ、彼女はいいこと言ったんですよ。何何何を言ってんの。嬉しい、やばい、ちょっと、あの喜んでる場合じゃないよ、ウッドンちゃんに、あの上から目線言われてるんだよ。それをあなた嬉しいって言ったらダメだよ。なんでなんで、いいこと知り失せるよね。失せる、彼女はいいこと言ってる。あなたが先輩なんです、一応ね、人生のね。 あっち、あの定義しただから、それ知ってよ。大丈夫大丈夫、うん、でもね、本当に嬉しかったみたい、うん、あなたは今いいこと言いました。じゃあ上田さん、続きを、うん、嬉しい、何何。いや、こう細胞が元気になるっていうのは、うん、理にかなってるんですよ、うんうん、なんでかって言ったら、あの、まあ、うつ病の話知ってしまうんですけど、うつ病っていうのは、この病理学的に見ると、リン酸エタノールっていうのを、あの血液中のリン酸エタノールっていうのがものすごく濃度が低いんですよ。待って待って、初めて聞いた、リン酸エタノール。超専門用語、かっこいい。いや、なんかやっぱ専門用語言った瞬間、人ってかっこよく見えるんですね。ちょっともっと上に見える。で、うん、もっとすごいのが、うん、このリン酸エタノールってみんな聞いたことないでしょ。ない。これリン酸エタノールって何なのって言ったら、細胞の細胞膜っていう部分の、うん、あの成分なんですよ。あ、細胞膜の成分がそれなんだ。リン酸、リン酸と、リン脂質と、何だったかな、ちょっとタンパク質、思い出すね。タンパク質は出ない、別々が、まあとにかくその壁はリン酸エタノールの成分だわけね。細胞膜はリン酸エタノールっていうのが成分なんですけど、
だ結局それの濃度が低いっていうことは細胞が元気がない、あはあ、うつ病以降の細胞が元気のない細胞っていうことなんです。なるほど。だから細胞が元気になるっていうのはもううつ病とかそういう病気とかも克服できるっていう、うん、だから彼女が言ったのは正しいんですよ。じゃあよかったよかった、詳しくは知らないけど正しいんだね、よかった。だから理にはかなってるんですよ、うん、細胞が元気になるとかっていうのは、うん、で細胞が元気になることをやればいいんだよね。そう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 、体にね、うん、でもそのさっき言ったの好きなことがね、うん、やっぱりこうあるし、うん、やっぱ自分の NBM したらなんか、うん、いや動いてな、うん、普通ね見てて体を動かさならんけど、やっぱもともと好きだったから、うん、またあの時の感覚だから、うん、多分元気になってんだぞ、うん、もうやっぱりダンクするシーンとかなんかもうちょっとダンクはできないけど自分がやった時の感覚を思い出して、うん、自分将来、うん、NBA のスーパースター選手になりたかったんですよ。将来の夢、高校の時、とにかくスーパースターになりたかったわけ、まあ、バスケットではそこは叶わずだけど、まあ、でも別のスーパースターが残ってるから、うんうんうん、だって一流の人って何やっても一流っていうさね、はい、例えばボクサーの超一流の人って、まっちゃん格闘技好きだからダウンタウンのね、その一流同士って友達で超仲良くなるんだよね。辰吉さんと、うん、そのまっちゃん超仲良しだし、うーん、新助さんもだけど、全然業界関係なくて、だからあのね、あの稽古を牛語っていうことわざあるさ、うん、マギー組織にすごい一流金組織に属するやったらちっちゃくてもいいからボスなれっつって、うん、そっちの方がそのトップ同士でつながるよみたいな、うんうん、これから、まあ、そういう小さいって言ったら失礼だけど、うん、一人でやってる人がここ多分行きますよ、うんうん、楽しんでやってる人に、輝く時代ね、うん、多分それも細胞元気になるんじゃない、なるはずね。ね。うん。なるだ。なるなる。まあ、でも。じゃあうつ病の人ってやっぱ元気ないんだね。もう見てわかるさ。うん、うつやすさみたいな、うん。栄養不足っても言うじゃないですか。愛情不足でもあるし。栄養不足、愛情不足。うん、じゃあ必要なのが足りないってことね。そう。それを違うことで固めてるんじゃない？病気のことだけに集中しちゃって。うつ病って病気じゃないから、そもそもが、あ、うん、病気じゃないから、なんて言えばいいの、病気と思ってた、気分的な症状があるだけ、あ、気分的な症状だよね、病気じゃなくてね、はいはい、本当はね、それを結局病院に行くから、ね、うつ病ですっていうのも、ものが作られてしまったわけでしょ、うん、これうつ病もアメリカから入ってきたものだから、もともと日本にはそういうのはなかったんですよ、うん、だから昔は統合失調症とかそういうのも言われてたものが、なんか知らんけど今うつ病になってるわけでしょ、そうそう、でマーケットがでかくなるからどんどんアメリカから産業が、うん、医療としての、うん、うつ病医療が入ってきたから、結局日本の医者たちは精神科をどん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 普及させた、うん、だってうつ病ってなんていうかわかります、英語で、うん、ドクターたちの中で、うん、わかんない、心の風邪、あーそう言いますね、あ、こんな言い方するの、心の風邪だよ、おーおーおーバカかって味じゃないですか、だから心の風邪っていう名前をつけて敷居を低くするんですよ、なるほど、でちょっと元気が、まあ元気がないっていうか、ちょっと落ち込むのが1ヶ月以上続いたら、うん、一人で悩まないで病院に行きましょうって言って病院に行って CM やってる最近、薬の流れる道ね、ほらもううつ病とかマーケティングされたんだ、そうそう、だからもうアメリカのなんていう製薬会社だったか忘れたけど、そこがもう完璧に日本のマーケットをマーケティングして、で2000年ぐらいにそういう日本にうつ病を広げるぞサミットをしてるわけですよ、うん、日本の医者たち集めて暗躍したわけだ、そうそうそう、うん、それからうつ病精神科が一気にパーって広がってるんですね、で病気じゃないものをどん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 病気に仕立て上げ、うつ病っていう病気を作ったわけですよ、精神科の医者たちが、でもまあそれはそれで別にいいんだけど、だからこれからもう医療としてのうつ病もまあ今もうものすごいどんどん伸びていってるけど、だから逆に医療も伸びていってるけど、うん、医療としてのもううつ病は治すことができないから、うんうん、だから産業としての新しい産業ね、医療じゃなくて産業としてうつ病にちゃんと入っていかないと、参入していこうが、やっぱり人のためなんでね、うん、俺も総理大臣になってからもうちょっとなんていうの、厚生労働省に入ってってから病名学会っていうのを作ってから、うん、もう病気の名前モル変えようかなと思ってるよ、うん、もううつ病で要はねその医療の名を問題じゃなくて、もううつ病ピツ病とかさ、ピツ病、うん、ペット症候群とか、うん、なんかちょっとこのなんつうのうつってちょっと重いさ、うん、統合失調症とかも実名だけど、うん、一応名前でちょっとストレスかかるの分かる、うん、
統合失調症の前はもうこれ NG ワードなんだけど、その前の病名知ってる？ノイローゼ？精神分裂症とか。ああ、そっかそっか。これが今の統合失調症だわけ。ああ、そっかそっか。ちょっともうか過激さはね、過激でちょっと落としたんだけど、それでもね、統合失調してるから名前で人ってショック受けて悪くなる。病院でガンって言われた診断のストレスで余計悪くなるっていう。でガンも名前変えてから、うん、ペンくらいにしてからポンとかポンとかね絶対違うよ。久中先生言ってた、もう深刻な顔で、うんうん、あなたペンですって言われたそれとはベンにしようよいや、イベンがあるぜ。イベン？ベン。イのベン。ベン。食堂ベン。食堂ベン。ねえ。だから、ベンっていう名前が怖そう。いや、本当に、一番の原因は、このショックですよ。ショックですよね、入り口。ショック。が、うんが見つかりましたって言うと、絶対ショックさ。ショックを受けてない、受けない、連れてこいと。うん、でも、ペンが見つかったよ、あんたって言ったら、ペンあった、OK ってなって、なんかなんとなくちょっとね、そのちょっと気持ちいい、ちょっと逆に、あえてふざけた名前をつける、うん、なんかパピプペポってフットワークの軽いよね。ああ、そうですよね。なんか女性はなんか40代とか50代とか子離れしてもう手が空いた時に大体みんなあの体の切り替えと心の切り替えがちょうどある時にみんななんかこれが更年期かねとかなんか勝手に悩み出すんだけど、それは確かに更年期なんですよその時。だけどそれっていうのは幼少期とか幼児期とか少年期とか青年期とか思春期とかあの更年期とかっていう壮年期老年期っていう期日の名前であって悪くないのに、そういった時に更年期症状とか、あ、症状とかついてくるのだけがもう先にアピールされてるから更年期を怖がるんですよ。名前だって確かに更年期障害って障害がつくからダメなの。知らん人でもなんかびっくりするからね、うん、あ、いや障害かねみたいな。そうそうそう、だからショックから入るっていう、更年期かね、ショックからでしょ、うんうん、で調べたら、うん、なん人間落ち込むからさ、落ち込んだ時にデータ取ったらさ、それはそんなの出るぜ。そうそうそう、だからなんかどんどんあり地獄っていうかなんか変なルートにね、道にね、なんか誘われてしまってるみたいな感じで、逆にでも女性にいろいろ相談乗る時あるんですけど、そういう時はあ、確かにこの年内で子離れもした、でご主人もあの退職されました、で気がついたら夫婦2人で過ごすことになって、今までバタバタしたどうしたらいいのかなっていうペースを、新たなペースを作ろうとしてる時にやっぱり切り替えの時って右往左往するじゃないですか、うんうんうん、その時に心とかでなんか好きとか嫌いとかがどんどん出てくる、こういうやり方は今までやってなかったのにとかってなるけど、だんだん落ち着いてきたら、時間が経てばそれ慣れてきたら落ち着くんだけど、それまでの切り替えのバタバタの時に更年期って言われたら、これが病気なのかな、更年期かね、私そしたらご主人、男性も更年期ってあるらしいよって言ったりとかありますけど、病気じゃないのに切り替えの右往左往だから、だからこれっていいお医者さんはチェンジオブライフっていう病名を使うわけ。かっこいい、ちょうどいいことよみたいな。チェンジオブライフ、うん、だから逆にワクワクして新しいチェンジをするライフを考えてみたらっていう風になった時に、薬も何もいらない、チェンジオブライフ。いいね、こんなの素敵さ、ね、これそういうのなんていうか分かるって、チェンジオブライフだよって、うん、なんか映画できそうじゃないチェンジオブライフ。そしたら薬いらないし、うん、好きなような、あなたの好きなペースの好きなことのスタートですよっていうチェンジオブライフ、そういう落ち込みが始まったらナイスですみたいな、よかったねって、こうならないようなことを考えましょうみたいな。だからさっき趣味とか楽しみとかをメインに考える方がいいんじゃないみたいなのは、それでいいんじゃないかな、ねえ、うん、細胞が喜ぶみたいな。あと健康っていうものの定義をみんな体としか見てないから、それがダメ、うんうん、そうなんですね、うん、健康って全ての意味だから、うん、それをなんで体だけで見るのかな、うん、あーでもね、うん、もう変な話、経済的なのも人間関係もひっくるめて健康って全部ね、全て合わせて健康なのに、ね、なんで体の状態、うん、しかも状態だから波があるのも当たり前だし、うんうんうん、でやっぱ一番悪いのはもうこの安易な健康保険制度ですよ。あ、うんうん、何でもすぐ病院に行けるっていうこの制度がもう本当に時代遅れ、ナンセンス。外国人びっくりしますよね、風邪気味で病院行くのみたい、気味でそうそうそう、病気で倒れてもっていう時にしか行かない病院、ね、でまた病院に行くから結局病気を作られるわけだから、うってくるし、ね、病名もらうわけでしょ、病名、うん、それでどんどん落ち込んでいく、そうそうそう、うん、で自分もあの
その病名もらいに行くさね、本当に病名もらいに行ってる感じさ。そしたら安心するんですよね。そう、なんか病名もらえないのはもう難民、安心するわけよね。あ、私この病気だったみたいな。病気だって喜んでればやみたいな、うん、お疲れみたいな感じで。そうだね、もう自分はこの逆があってから、うん、やばい、これ風邪やっさ、これ風邪かなっつって、これ風邪かもしれんなって病院行って医者に見てもらったら咳して風邪ですって言った。やっぱり風邪って。それ以来病院行くのやめました。当たってるしみたいな、意味わからん、これ風邪やっさ、風邪やっさっつって、で医者に見せたら風邪だねって言うわけで、前だったら安心して、あ、風邪ですかって言ったけど、あ、もう何しに来たんかなと思ってから。風邪って何なの。だからわざわざ風邪って言われるために時間とお金をかけて来たんでしょ。あ、もうやめたと思って、うん、本当に自分ある時期から薬物もあんし、病院も行かないですほとんど、うんうん、いいよいいよ。俺インフルエンザにもかかったことないし、あの予防接種も受けませんからね、うんうん、一緒一緒。予防接種受けないんだけど、ひやねさんっていうちょっと先輩、大先輩、60余る先輩がいて、お手間がちょっと行こうっつってから、その前の仕事の時ね、仕事中でしかもで行って、どこ行くんですか、あの同級生 のお店っつってって言ったら、クリニックだくさ、うん、同級生がってやつが、うん、何するんですか。いや僕はもう毎年よ売ってるわけよ。いやお手間くん、これね、やっぱ売ったらね、多分思い込みと思うけどならんよって言うわけ。思い込みよ。で一応ならんって言うから、まあまあいいんじゃないですかって受けといて、自分車で待っておきますからっつったら、うん、なんであんたも来なさいってか、おごるよって言われて、おごる、予防接種おごられて、すごい、はぁ予防接種っておごるばっていいね。でそこのと予防接種4000だわけ、ほんと出してから予防接種おごってもらったんですよ。面白い、それも面白い。あ、これっておごるんだと思って、うんうんうん、まあ、歌う感じ、まあ別にいいかってね、別にまあなんともないって分かってるけど、それで打ちました。10年でこれ1本かな、おごるよって怒られたんだ。予防接種。なんかインフルエンザの予防接種を8年前に会社設立した年に張り切って病気しちゃいかんと思って受けたんですよ、うん、そしたら10日ぐらい寝込んだ。今まで寝込んだことないのに。でもよく考えたらインフルエンザの予防接種ってインフルエンザ菌を打つじゃないですか、うん、インフルエンザにならないためにみたいな、バカみたいと思ってあれからやったことない。打ったら病気すると思って、その病気にその通りになるみたいな。本当にもうなんかね、全然ならないっすよ。うん、どんなに流行ってもならんから、本当病は気からって本当だろうなと思って。うん、もうならんって、まあ、割とどっかでなんか決めてるから。うん、なんかさ今4月でしょ、5月新学期始まったらすぐさっきのあの学生さんと同じように小学校も幼稚園生もすぐ遠足が始まるさ、うん、遠足に行くのもあれも免疫力つけるために動物園に行くじゃないですか。あ、世界中の動物がいるから、世界中のある意味ちょっとした菌がうようよしてるから、うん、やったやった遠足遠足って喜んで、翌日みんなだいたい熱出して寝込んだりとかするけど、あれって免疫力上げてるんです、菌が入ってきて、だから子供たちいいことなんだね。いいことなんですよ、予防接種受けるよりいいんですよ。遅延熱とか言って翌日また1日休んだらケロッとまた治ってるけど、チューバーになってる。あ、動物園でこの触れ合い色場で触らすんだけど、手洗わんほうがいいね。いや一応洗ったほうがいい、十分ですよ。触ってるだけのこの空気の感染で。手を洗っていい。他の病、本当の病気なのかもしれない。でも除菌殺菌なんかねやってるじゃないですか、みんな保育園とか幼稚園とか、あんなのやるからすぐ感染源バーっていろいろ広がったりとかするし、砂場もない保育園も出てきたりとか。マジか、今やっぱ過保護はいかんね。過保護いかん、本当に木があっても登らさないし、落ちるからって、登ったら落ちるっていうのを教えるために木登りさせるんじゃなかったのかなって思ったりするんで。だからね、ちょっとやっぱりどっかで誰かが騒ぐと、うん、残りの後のメンバーが損しますよね、うん、そうやる機会がないとか。そう、遊具もないでしょ、保育園とか乗り物とか滑り台とか、やり方をなんか注意しながら教えるっていう実体験の学びっていうのがなくなって、うんうん、ね、だから免疫力も落ちてきて、子供たち反対をばって見ないでしょ今。のうちの近所はいっぱいいるよ。あんちゃん、公園とかね、沖縄はまだいますよ。いや、うん、出てる出てるっていう声が。上等上等。上等上等。うん、あれ意味があってね、うん、青パラ出てるし、うん、歯が生え始めるときによだれジェイジェイするし、うんうん、なのにすごくお母さんがふくってなったら、もう乳歯だけで
永久歯が生えてこない子供たちが多くなって、まあちょっとあのよくもあいい意味で適当にやった方がいいってことね、じゃあね、そうもうあんなきっちりしないで、はは、やっぱ適当がいいね、適当が昔だから沖縄の人って適当だったさ本当にでもちょっと情報が多すぎてからちゃんとしなきゃっていうのは増えたんじゃない、はい、うんうん、それもあって、うん、こっちも見てこんな自由だし、だからよブラインド上げ下げ、後ろから見たらよデイジゴリラだよフォルムがすごい、もう絶対絶対ハンダイワラバーのうまくやってたって感じだね、小さい時ね、もうもうなんで上原さんもだってとりあえずずっと一人で生きてきたってね、豪語してるからね、あ本当、そうそうそう、もう人は信じられんっていう時代を過ごしてるからまあここがね、上原さん、ちっちゃい時にね、体が大きい時のなんかね、デメリットだよね、体大きいっていうだけで目がつられて、ちっちゃい時から大きかったの、えちっちゃい時から大きかったの、うん、うん、すぐもうなんか何もしてないのに番長扱いみたいな、そう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 、だからなんかもう番長の中ね、風格ももう出てるさね、でも実は泣き虫だったとか、本当に番長だった、いや、 いや番長でもないけど、うん、泣くこともないさ、うん、泣いてどうなることでもない死にクールだね、クール、子供っぽくない子供だね、開き直り開き直り、なんかもう、あのお父さんお母さんのあれかな、影響かな、いや、あるいは兄弟とかさ、兄弟は弟がいる一人、うん、ものすごいのがもっとどういうことものすごい、もっと上原いつきを超えるわけ、いや超えるんじゃないあれ、でかいの、身長は同じぐらい、それもすごいね、弟と身長同じってのまたすごいね、うんうんうん、4つ下だけどね、あれには勝てんな、うまく怖いもん、マジで弟が怖いの、怖い、名前は高木、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 うわ、また厚の高い名前だね。ねえ、キーキーで。高木。うん、高木、高木、高木、志みたいなね。いつき、高木。後ろに金太郎がいる。どういうことか。どういう意味じゃん。背中に金太郎みたいなのがいる。あ、マジか。お尻全域まで。ああ、いいな、そう。でっかいんだ、横に。うん、いや、横には大きくない。本当に、両親のいいところは全部あいつが遺伝したね。あんま良くないところまでこっちが遺伝してる。ああ、別れたか。そうそう。デージ、俺なんか弟死にすごいのが、うん、国は死に酒のまで。あ、弟、うん。昔大阪にもちょっと一緒にいたことがあるんだけど、定芸飲んで、うん、大阪でね、で飲んだ帰りに吉野家行こうぜって、うんうん、特盛り2杯、うん、大盛り3杯ぐらいに瓶ビール5本ぐらい飲んで。いっぺんにその1回で飲み終わった後でしょ、いっぺんこいつ一人で吉野家で5000円ぐらい使ってた、すごい鬼伝説、お腹空いてたの、ギャル曽根でも勝てないはずよ、飲んだ後だよ、ねえ、散々飲んで、散々飲んで吉野家で5000円使うって相当食べんといかんよ、そうでしょ、すごいだよ、いや気違いラリーって思ったもん、本当に今でも伝説の話あったらいつもその話する、何歳の時ね、これあいつがまだ10代かな、あ、やっぱでも10代はエネルギッシュだよね、10代はでもね、うん、食べるよね、17、18ぐらいじゃない、あーそのぐらいっていうか、ちょっと待って、17、18で死に飲んであ、そうよ、話はおかしいよね、あれビール持って行ってた、15歳からも大阪に来てるから、あ、うん、で中学校も卒業延期だったもんマジか、どんなやからよそんなやからえ、ちょっと待って、つわもの両親のいいとこ引き継いだんじゃないか体は、ね、体は性格じゃなくて、はい、じゃあそろそろ CM 行きましょうね優しいね、つかさね、オッケーオッケー、じゃあ CM 行きますほんとだ、うまくだ、さっきのドローンの話があるんだけど、あの山火事の時にドローン飛ばすのが万内でから問題になったんで、ああ、嘘、うざ、なんか邪魔だったんじゃない、いろいろ、ああ、そうです、なるほど、日本でですか、日本かないじゃん、ツイキャスにある、だってね、山火事とか絶対もうドローンと見たいさね、焼けないのかな、あ、もうデージ上から行くのかな、多分それの心配ないやつ、沖縄に住みたいって、リクトさん、将来沖縄に住みたいです。大きいです。どこの人かな。ラストシーンです。はい、
なんか民謡が流れてる、はい、CM で流れてるんだよ、はい、ね、そうですそうです、はい、4、3、2、はい、誰にも言わんでよ。なんかやっぱツイキャスね、本土の方からが多いな。また来てるよ、新しい人、まあ、新しいリクトさんっつって、あの将来沖縄に住みたいです、結構本気ですっていらっしゃいねえ、うん、ごめんそうに、なんかね、マグロ産業しますか本当だよ、なんかいろんなアイディアとか知恵とかいただいてだからね、なんでこれ、ちょっとこれ聞いていい、なんでこれここにたどり着くのかね。これは多分ね、誰かに教わったのかな、このラジオの見つけるのって。リクトさんはどちらからですかね。だからね、まずどこからが来たか分からんね。またこっち書いてないか、対安陸、まあいいや読めない。さあ、まあ、さっきの人はあの北海道の人、うん、沖縄に住められて、沖縄友達が、うん、そうそう、あのサーターアンダギーも沖縄友達を送ってくれたって。うーん、サーターアンダギーは個人的にあの道の駅の食べてほしいな。道の駅のサーターアンダギー食べたことある？名護でもいいし、恩納村でもいいし、巨大はある、本当に美味しい。弟がわざわざ、あっちのはわざわざ行って食べに行く価値があるよっつって、いやサーターアンダギーなんか近所で買えと思ったけど、ちょっとあれはもっと参ったしたね。あそこももっとすごいよ。どこ？あそこももっとすごい。ここ。ここ。もう一回、エコーちょっと聞かせてもらって。なんで、エコー聞かせて。じゃあ、細田さん、もう一回、はい、どうぞ。なんで無理？はい、どうぞ。笑い声がここ。あそこも結構良かったよ。はい、OK。どこですか、あそこって。公設市場の2階。ああ、あそこ有名だよね。うん、エスカレーター。上がってすぐ高設にあのサータンダギーも最高。高設市場の2階の食堂の、あ、食堂の中の、うん、あ、そんなに、うん、あ、名古屋も食べての今の意見ですか。そう名古屋も食べて、うん、量を食べて、名古屋も好きだよ、ね、だけど高設市場のとこはいいね、うん、なんかほわほわ感が、パリパリ感とほわほわ感が、うん、ああなるほどね、うん、昨日たまたま昨日あの卒業生が遊びに来たんだけど、お母さんがなんか食堂をやってるっていうことで、お弁当屋さんもやってるってことで、うんうん、今度持ってきますって言ったのがドラゴンフルーツの、サタンダキ、新しいとコーヒー味とかぼちゃといっぱいあるって話聞いたから、食べたいねって言ったら、早速持ってきますとかって連絡来た。いろんなのがあるんだね。そのあのちなみに公設市場の人はね、うん、どんな人で作ってるんですかって聞いた。噂でしか聞いてない。炭酸水ですごく混ぜる。だからふわふわ感が。なんか自分が聞いたところ、なんかピスタチオかなんかタピオカか分からんけど、タピオカの粉を混ぜてるっつって。はいはいはい、そしたらなんかふんわりするらしくて、それはあの教えてくれた。タピオ普通の作り方にただタピオカの粉を。でも水で混ぜるでしょ。その水を炭酸水でやるとすごい。ああ。で昔はセブンアップって聞いたことある。セブンアップ。セブンアップ知ってますよ。懐かしいね。カツレンドあれ 7UP って言ってたんですよ。7UP。ああ、かわいい。マウンテンデューとかもあったよね。マウンテン黄緑色。健康言われそうだ。あるある。マウンテンデューまだあるのかな。セブンアップはまだあるよね。嘘。あ、ないか。ないない。チェリオぐらいじゃない今あるの。チェリオ。じゃあスプライトはまだあるよ。あ、スプライトはある全然。スプライトある。マウンテンデューとセブンアップはもう消えたか。セブンアップあったね。缶である大きい500ミリあのマウンテンデュー。多分同じ会社だと思うけど、セーフガードとライフガードって言ってから、緑のジュースと黄色のジュースで、はい、なんかスポーツドリンク系だったの覚えてる？はい、ありますね。あったあった。懐かしい。懐かしい。ああいうのでサタンだけやると美味しいって、セブンアップで？セブンアップで今ないのに？天ぷらもセブンアップでやるといいってマジで？言ってたって。だからもう今炭酸でじゃない？天ぷらの衣がふわふわ炭酸水でいらんわな。天ぷら嫌い？そんなふわふわ感？音切れたぜ。なんでなんで？音聞こえる？聞こえるよ。聞こえる？あれ俺のが切れた？いや聞こえる。曲聞こえるよ。あ、これが聞こえなくなったんだ。多分。ああ、なるほど。音は入ってる。音は入ってる。まあいいや。じゃな、勝手に直るかな。あ、直った。
めっちゃ住居ね。まあ、いつも通りじゃないですか。でもあのできるディスクジョッキーはもうみんなあんな話つけてますよ。これ、うん、本当あのちゃんと音もチェックしつつ、うん、やっぱ直接の声もこの、うんうん、空気を感じるためにかなりずらします。はいはい、その方がでもなんか安心っぽいね。うん、安心だし 量を確認できるから。へまたなんか種類の音が聞けるからなんか脳にもなんか良さすげーじゃないですか。わからまあ別に狙ってはいないけど面白い。なんかまたなんていうのかな、なんかいいそう。普通が嫌いだからさ。いやだってモヒカンもわざわざ寝かすぐらいの人だよ。モヒカンもね、本当だよ。とにかくね、人と同じことをやりたがらないよね、上田さんね。個性ね。何が楽しいのかどうかな。あ、みんなと一緒だと自分が楽しんだ方がいいってことだよね。そうなのかね。うん。人がいるところには行きたくないし、うん、人が集まるようなところに、うん、こう最近変わってから自分も最後あのなちょっとなんかね新陳代謝と一緒なのか分からんけど細胞がなんかそういう時期がね、前はいるから行かないけど逆に渋滞でも行くみたいな、行ってみたい、行っておきたいみたいな、うん、あんまり何でもかんでもじゃないですけど、もう最近はなんか人がいっぱいいても行くのが前は嫌だったのが、うん、なんかやっぱり たまに入れ替わりがあるのかな。うーん、ちょっとなんかおーおーこんなにもなるんだって自分でもちょっとびっくりした。この感覚がひっくり返りよったから、うーん、毎日が楽しいんだね今。多分なんと思った、まあ、多分だけどインプットの時期なんだす。あー、なるほど。もうこれまでずっとインプットしてたけどやっぱり、うん、まあ、やっぱインプットとアウトのバランスちょっと欲してるんでしょうね、うん、やっぱ会うことで、うん、で普通にねあの知らん人が喋ってても、うん、あいい国はいいこと言うなっつってから、うん、自分でこの結びつけてから、うん、あのあこれとこれこういうことかっつってもう自分で納得して、ああ今日来てよかったと、うん、勝手に拾って、うん、勝手につなげて得したってやってるから、うん、あ欲してるんだ自分が、うん、なんとなくねあのこれ、全然知らん中だしテーマも全く関係ないけど行った方がいいなっつってもう全く関係ないとこでおっていうのが出るから、うん、だからもう今逆、あ、そっか、もうどんどん行っていいなと思って目的のものじゃないけども、うん、もうここはもうひらめき直感でね、なんか行った方がいい気がするみたいなレベルで今もうちょっとね、あ、これやった方がいいなってのも行くようにしたら、あ、やっぱり当たりかと。うん、だってあの、ね、セミナーとか行ったら絶対当たりじゃない人もいるさ、なんか今くにゃよっていう人多い、うん、でも一個だけあればいいから自分は一個しか狙わんから、あの例えば1時間喋ってもあこれもしくは1時間喋っても何も出なくてもなんか全然関係ないプリントとかあるいは主催者の挨拶で、うん、OK これでも今日取ったって、まあ、ちょっと前はちょっとね少しイケイケ丼ったからあの本当に紹介だけ言ってよっしゃ得したってそれで帰ったことがあるからこいつもういいってこいつもういいってから10分ぐらい聞いて、うん、OK もういいってから本当にあの2時間残して帰ったことがある。もう OK これ聞けたら俺はも OK っつってポイント押さえてるね。あの時はちょっとねちょっと尖ってた割れながらちょっとこう調子乗ってたなって思 うそれは自分で分かってるって気づいてるっていうのすごいね。うん、まあでもそんなもんじゃない。うん、それが普通だと思うよ。やばいじゃんノリ。振り返りができてない。いや俺らもこんなこのままでいいですよ。その通りで終わってる、うん、今日はなんつうの本当にあの前半死に健康の話ガチでやってたね、うん、なんだリン酸エタノール、リン酸エタノール本名はねアルコールみたいな、あ正式名称があるわけ、エタノールなんとかあなんちゃらリン酸、PEA っていうんですよ、PEA、そうあの細胞が元気になる食べ物、食べ物あのまあ要はなんやっぱりねあのニンニクはいいらしいですよ。うーん、その中であと果物でいったらオレンジがいいとか、オレンジ、はい、グレープじゃなくてオレンジね、はい、オレンジジュース、あとはやっぱり良質なタンパク質、はい、マグロあと細胞元気にするんだったら順番があって、うん、まあ好みは置いといてとりあえずちょっとこうエネルギーあるのは牛でグッと下がって豚鳥みたいで、うーんこの順番らしい。やっぱ牛はちょっと上がるって圧が、うーん
だからスタミナ料理とかであのホルモンっていうのは穴がち間違えた牛だし、うん、腸のところはちょっと少し、うん、エネルギー溜まる、まあ、もう具体的なこのエネルギーがあるか分からんけど、上田さんって本当は豚が好きなんだよね。好き、うちも豚は大好きだな。何が好きですか、鳥、牛、豚だったら。サカン鶏、豚、牛って言ったのかよな。絶対言ってると思った。刺身って言ったのだからさっき、ね、魚の話最高と思った。選択肢あげて魚って言った。いやいやいや、それも入ってるかと思った。言ってないだけと思った。ごめんごめん、その中だけで選ばない。自由です。そのだけで選ぶんだったら豚、豚、チキン、牛かな。でも魚一番。もうね、あの、離れ島になんか好きな食べ物を一生食べて続けていいんだよって神様が与えたら寿司。魚じゃないわ。寿司じゃ。魚じゃないわ。アバウトだな。魚の。いきなり魚の調理語いきなり出しよってよや。魚の。びっくりしたもん。魚の中でいい食べ方は寿司。うん、そうそうそう。その中で一番好きなのはホタテ。魚アランシュだよ。くるくる。貝殻だったよ、もうよ。もうよ、めちゃくちゃやわ。いや、あんだけ魚出て、ね、寿司料理で一番好きなのホタテって言って今どうよ、つかさ。なんか寿司屋さん行ったらホタテから始まる。いや話よもう。話よ本当に。そうね。もうよ今のすごい流れだね。今牛豚鶏っつって魚ってホタテまで出てきたよ。魚って言って好きな、究極に好きな食べ物はホタテ。寿司屋さん行ったらホタテ。下まらやすさも。でもあの種類を選べって言われたらね、ホタテって言っちゃいけないと思った。待ってよ、寿司って言えばなんか寿司、あ、戸口さんか、戸口さん寿司で食べるのは5種類ぐらいしかないって言ってたね。うん、あれ聞いた時寂しいとか思った。代わりに誰かそばで食べてあげるからお金払ってくれるんだったら徳さんを好きなのだけ食べて、その他も全部海苔が食べるとか思った。あ、ちょっとあのもう、糸満に、うん、ちょっとあの詳しい住所分かるけど、県民ステーキっていうステーキ屋さん分かります、県民ステーキ、県民ステーキ、お店の名前が県民って沖縄県の県、沖縄県民、昨日行ったんだけど、すごい、ちょっと、まあ、ちょっとローカルだけど、うん、普通のも1店舗しかない、うん、個人系だけど、うん、ちょっとうまかった。いいな、行きたい。ちょっとあのステーキ好きな人は、うん、あっち行ってほしい。県民ステーキ。ちょっと住所も出てこないので、糸満にあります。糸満の結構大きい、もう栄えた。なんかグリーングリーンも美味しいって聞いたけど。ステーキ屋さん。うん、上さん、ステーキは好き？大丈夫？嫌いではないけど、別に食べたいって思わない。そっか、豚だったらどうやって食べる？豚しゃぶ。豚は俺はしゃぶ、豚しゃぶちょっとたまらんな。で何、あ、そうそうそう、そのステーキにあのサラダ、ご飯、スープがもうセルフで食べ放題だわけ。ここの牛汁が超うまいわけよ。牛汁、びっくりした。これでお金取れるのにって言うから、もう飲み放題だよこっちは。スープ、サラダ、ご飯は、牛汁もだからステーキだけ頼んだらいい。1500円ぐらい。牛汁って何？まあ、200は1500円ぐらい。でも、まあ、その200、300、400、500まであるから、うん、あとはもう3種類、ハンバーグ、ステーキ、豚、アグーで、ステーキの3種類 100g ずつとか、そういうのもあるし、うん、で、あの鉄板が熱くないわけ。うん、熱くない、石置いてくるわけ。ああ。切って石につけて、そう、で、とりあえず焼いて、ある程度焼いたのは熱くない鉄板に置いて切っておく。で、石はもうおかわりしてくださいと。石の代わり、石、これもうちょっとオペレーションの時に石のこの特化へ大変にと思ったっけ、うん、でも別に特化じゃなくて乗っけるんですよ、うん、石の上に石を、うん、ああなるほどと、うん、したら後からまとめて片付ければいいなって。で、あのすみません、石追加って2個でその上になってて、うん、まあ自分は2個で間に合ったけど、うん、多いと5個ぐらい乗せるって。へえ、まあ、石が転倒しないの、石がガタガタ結構重いわけさ、うん、重いガッチリだから5個ぐらいじゃ全然大丈夫。まん丸、平べったい、丸いこうあの円柱の
平べったい石で、その牛に置いて焼く、そう肉ある程度焼かれてますよ、要はその少し、うん、食べるときだから、普通のステーキ最後冷めるさ、うん、最後の一かけらも熱く食べれるから美味しいね、ずっとね、また美味しかった。であの沖縄の人は内地の人と比べて歯ごたえがある肉が好きなんですよ。ああいうね、大和の肉は柔らかいんですよ、うんうん、へー、だから見るとやっぱ合わないみたい、沖縄人柔らかすぎてから食べてる気がしないから、うん、やっぱり柔らかすぎずほどほどに、うん、いい塩梅の肉、いいね、やっぱやっぱ外国のお肉使のいいお肉使ってるから、うん、もう自分ちょっとどっちかというとこっちの歯ごたえがある肉が自分も好きなタイプなので、県産ステーキ、県産ステーキ、そう、県民ステーキか、県民ステーキ、県民ステーキ、糸満、ね、なっちゃんに聞いたら分かるから、分かるんじゃない、糸満、なんかのれんでした、のれんか暖炉か、暖炉っていう有名なラーメン屋さんがじゃないですか、チェーン店で、暖房か、暖房が角にある交差点があって、そこから斜め方向に見える位置にある糸満にある暖房、うん、でちょっと西崎のところとか、そうそう西崎、ちょっと道がね結構広いのが、大きい交差点が2個あるんですよ、うん、そのうちのこの、どっち側か分からんけど、その暖房を目印にしたら、そこから見えるところに県民ステーキっていうのが、あっちはちょっといい意味でやられました。うん、もうこのスープ3回飲んだのね、やっぱスープ超、またフーチバーも入れ放題だから、フーチバー番内ぶち込んでから、でネギも番内入れて、広いのお店、もう本当に、これくらいです、何名か全部でもう20名ぐらいかな、本当ちょっと少しいい塩梅の広さで、ちょっとやられましたね。いいね。まだオープンして3ヶ月って、マジで、うん、去年の暮れにオープンしたって、うん、ああだから4ヶ月目か今、うんうん、まだ有名じゃないんだ、これからだね、うん、ちょっとねあそこはみんな行ってほしいな、美味しかった、県民ステーキ、県民ステーキ、あとは社名送るので、はい、うん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 、ぜひぜひ、いや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 、ちょっと今日はなんか本当にね、こう日向ぼっこしてる感じのねいい感じのマイペ、眠たくなってから、眠たくなってから、ちょっと目がねマジの眠い時の目よね、デイジネームしてきた、あったかすぎてから眠たい、あぜひ一回よラジオで居眠りしてほしいです、コツンって落ちてほしい、マジかって言ったなりそうだねここね、いや、まあ、この時期先週の徳志さんがそうだったんじゃない、じゃあ暖かくてだったかもしれんね、なんか日向ぼっこみたいになって、選手も言ってたし、うん、やっぱり、人間はね寝た方がいいですよ、うん、もう徳志さんの睡眠時間が基本的に短いショートスリーパーなのでショートスリーパーって言っていいのか分からんけど、へえ、浦さんもショートスリーパー、いや、あ、まあ別にそれでも全然生きてはいける、お基本的に寝なくても覚醒してたら、浦さん、大空さんは最近ね眠くなる、眠くなる、うん、よかった、何時間寝ます1日、最近はやっと6時間か5時間ぐらい、あ、前までもっと短かったんだ、3、4時間で目が覚めちゃう、起きたらパッと起きれます、うん、俺はもう二度寝を克服できなくていいから、もうヒッチ二度寝を 4,5 回ぐらいやるわけよ、しない、二度寝をしない、4,5 回だったら二度寝じゃないでしょ、五度寝ぐらい、まあ、五度寝ぐらいマジで、でちょっともう分かった、この個人的に、まあ、まだ今日実験したばっかりだけど、目覚ましやらんほうがいい、目覚ましが安心してからやるから、もうまあ初めっからもうこの時間に起きる、寝てるところ居心地いいんじゃない、とっても、うん、プラスやっぱ寝るのもちょっと好きっていうのもあるから、うん、分かる分かる、最近それ覚えたね、睡眠は毒だよ、あ、俺上さん、俺をこれを最初、いやそんなことないと思ったけど、ちょっと俺思ってる、いや毒毒マジで、なんで毒さ、毒ってなんで、時間ももったいないし、寝てる時間が、うん、もう睡眠っていうものに中毒になってるわけさ、うん、寝るのが気持ちいいから、うん、毒さ、あ、そう考えるんだ、寝るせいで時間はどんどん減っていくわけでしょ、はい、何かできる時間はどんどん減っていくさ、うんうんうん、何もできない、起きたらもったいないって、逆に長く寝たら起きたくなくなるでしょ、そう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 、これも多分諦めが、これも多分、ね、病気の人って寝すぎっていうのもあるはず、何もしないからね、寝るしかないから、でも、うん、それはあるね、病気の時そうだった、起きたら辛いからまた寝た、そう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 、うん、でしょ、うん、だから体痛い時、現実逃避でもあるよね、確かにそれはあるね、寝るって、うん、逃げだよね、逃げ、うん、逃げだって、その方が居心地いいんだもん、寝るだけなんだもん、そうそうそう、呼吸するだけだから、寝れるしね、そういう時寝れるし、ずっと混んでたら寝れるしね、
だからもうちょっとなんか気持ちいいねんから昨日朝4時から起きてモーニングセミナーババーってずっとセッションもやって、ね、昼もやってて夕方も講演会があってで本当にこう家帰ってちょっと携帯でブログ更新してる途中に寝てた、うん、でこれで今日朝5時に起きたんだけど本当にこう、うん、落ちた感じで、ね、もう本当に文字通りバタンキューって眠った、うん、一応これがいい眠り方かなと思ってから、うん確かそうじゃないですか、ね、もう限界までこう一日動いて成長し続ける子供たちってバタン9で寝るよね毎日 ねでシャキッと起きるしねもうだから、まあ、そうそう、まあ、一番気の早いことはあ、ね、何どこでどうなったか覚えてない無理方したから気づいたら朝だったから目覚ましもセットするの忘れてるわけそれで起きれたからすっきりあもう今日は割とすっきりだったただちょっと今腰が痛くなってからでその痛みを どの角度で起きれるかなっていうので5分かかったぐらいさっと起き上がれたけど文字もちょっとこうこうあこっちじゃないこっちこっちちょっとぐるぐる回しながらもう元気張り刺しでもお互い張り刺したらとか直したらリンパ療法でもちょっと原因不明で突然いなくなってからまた面白いもんでさこのセミナー中とか講話中は全く痛みないんだよね不思議でしょうがない集中してる終わったらまた来るわけでもしくは休んでたら痛くなるわけ、うん、で今もう自分は今最近家でソファーで座ったら痛いから座らないんだけど正座したら痛くないわけ、うん、綺麗にこう綺麗に美しい正座してやって今美しい正座してから携帯触ってもらってなんで頚椎のためにうん違う普通にこんな人だったら痛いわけあ、はいはいはい、もう正座してから携帯正座してやるかもうまた綺麗にまっすぐなってから寝て寝るかこのどっちかしかないわけ今首から来てほしい、ね、ちょっと今ソファーもちょっと今毒じゃないかなって今ちょっと仮説を立って、うん、ソファーやったらもうね包み込まれるようなソファーバーって曲がる要は猫になるさ、はい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 、これもちょっと毒じゃないかなと思ってよ、はい、だと思いますね CM ですかそろそろ行きませんはいじゃあ最後の CM 行きましょうCM ですあ今音復活した確かに姿勢だよねまた姿勢だ大丈夫ですか痛いやっぱりラジオの最中痛くないわけさ、うん、終わった後どっかでちょっとどっかでポンとなったらまた自然な姿勢の時が痛いんだねうん、うんうんうん、そっか腰の痛みって怒りなんですよそうらしいね、うん今何に対して怒るよってちょっとなんか自分です自分でしょうね自分に対するね、うん、不甲斐なさだとかね痛みは痛みじゃないよ思いすぎ、はい、思い過ごし気のせいっていやこれはちょっとね、まあ、もしかしたら同じ話したかもしれんけどもうよ腰痛の親ゆくしっていう今の話が本当になつの今思い込みって言った親さん2 1はい思い込み思い込み痛みは、うんうん、気のせいあそう気のせいちょっと多分これは2回目なのかもしれないけどもう自分の知り合いで腰痛悩んでる63歳の お父さん、うんうん、で自分腰痛持ちなんですって、うん、で太田さんちょっと授業期中たまに立ち上がるかもしれないけどもちょっとその辺許してねってあいいですよっつって、うん、でこの人パチンコスロット好きだわけよ、うん、それっぱなパチンコって10時間とか平気ですよらくさん、あんなにいるのパチンコ、うん、やる人10時間とかだよ12時間と平気だよ、仕事も何もしないの休みの日とかさそうオープンラストとか普通にでやってる間痛くないってそうなので勝ったら、うん、終わった後も痛くないって、うん、負けたら痛いって自由だねだからもうこの痛みが気まぐれさ気まぐれ気のせいっていうのは合ってますよやってる最中痛くないでしょ、うん、で勝ったらその後もしばらくは痛くない、うん、で負けたらお店出た瞬間痛いなんじゃそりゃ本当だ気のせいだね急性の痛みとかそういうもの以外は、うん、気のせい、うん、あ定期的にそういう痛みがあるっていうことはだから慢性とかはないわけよ、うんうん、要はもう自分が作り出してるだけだから、はいはい、病気としてさ私どこどこが悪いんですって言ったらもう悪いに決まってるさ、うん、逆にさ悪いって言ってるから悪くないと困るんだよねうん、うん、そう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 わ よかったらその人たちは都合が悪いからさそう、うん、また構ってもらえないしそうそうそう同情もしてもらえないから、うん、自分のネタがなくなるからネタネタさネタネタネタいやマジだよこれネタってば、うん、つまり病気したことで得した過去があるってことよね
まあ、得した過去があるっていうのかな。まあ、今を共演してる。損はしないってことでしょ。今なんか要は気を引けたっていうのもより得さね、うん。同情してもらえたのも得、うん、心配してもらえたっていう。まあ、それは多分その過去で得したっていうのあるから、うん、要はあこれがあったらかまってもらえるみたいな。そうかまちょだよね。かまちょ。かまちょかまちょ。でもまあそれで自分を表現してるってことだよね。そうそう。そう表現。もう分かってもらいたいみたいな。分かってもらいたい。そう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 。うん、だから分かって。あげた方がいいなんだわけね。いや、分かってあげない方がいいよ。でも自分で分かった方がいいんですよ。そう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 。うん、確かに気のせいだから。だからちょっと治療の前にあのさっていうかそもそもあんた病気じゃないからっていうのを教えてあげなきゃ。あんた健康ですって言ってからね、うんうん。健康ですって。治療のしようがないもんね。うん、そういう人たちに、うんうん。だってそういう人に限って。治療したら治るって思ってるから余計ややこしいよね。ややこしいよね。治らなかったらまたね。ややこしいね。治りません、うん、治りません治療では。そうそう。でも金払って通ったら治るって思ってるからだから厄介だわけよ。こういう人でいくらああだよこうだよって言っても聞かない。うん、うん、どうされてるんでいろんなとこ行くわけさ。うーん、そうで自慢がいろんなとこ行ってきたけど治らない。確かに聞いたことない。あるあるある。たくさんあるよ。どこの先生、あの先生、どの先生ってちゃんと言いますね。10日あったら5人ぐらいは聞く。あー、ほんとだね。これ、すごいね。これ自慢なんだからすごいよね。だから自慢だわけ。どこに行っても俺のは直しきれん全然。そもそも直らないからだから。それを、バカは直そうとして一生懸命やるわけ。あ、俺はそんなバカを相手にしないから、適当にしか。だから、わかりました、わかりましたって言って、もう適当にちょちょってやって、もうこのぐらいですね。帰って帰って、みたいな。そうなの。当たり前さ、時間ももったいない、それがまあ本当に5万とか払ってくれるんだったらじゃあちゃんとやりましょうかってしっかりやるよ。でももう話してる時点、問診会話してる時点でこいつバカだもん。あ、うん、そういう自慢する人ってでも多いよね。多い、うん、本当に生でよく知ってるんでしょ知識。そのそういう知識も背景もいろんなとこ行き渡ってきてるから。どこどこではこう言われたどこでこうで言うんだでまた本当に半端に知識があって腰椎の3番目と4番目がどうたらとか言って、いや分かってるか場所みたいな。矢が今行ってる場所と矢が今行った場所違うぜみたいな。あ、なんか、なんだね。膝が痛いのには肘が悪いわよって言ってるのなるほどなるほど。それぐらい違うのに知らんのは本人ばかりみたいな。あ、そうなんですか、すごいですね、大変ですねとか、まあ、一応話は合わすけど、うんうん、気づいてもらえればいいんだけどね、自分でね。だからそういう人はそれに満足してるから、うん、俺の体はどこに行っても治らない、だからいろんなところに行くぜっていうのを満足し、それで満足だわけ。だから、まあ、ある意味幸せなんですよ。そう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 、それが幸せ。そうだからちゃんともう 聞くだけ聞いて、あ、そうですか、大変ですね、あ、聞く治療ね、あ、やりましょうかで、うん、もうパッパって返した方が。逆にだから治ったら困るんだよね。そう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 、そういう人は、うん、表現がなくなる。そう、もう、まあ、なんつうの、存在価値がそこだから。治ってしまったらもう、うん、ないさ、自分を表現する、伝えるものが。すごいね、アイデンティティが病気って。アイデンティティ、アイデンティティはどうやってアイデンティティが病気なんだよね、そういう人って、うん、いっぱいいるよ。でも特に多いのは50代の男かな。あ、そうなの。じゃあもうね、でも今言った話は誰にも言わんでよ。本当にエコでエコで、はい、エコ決まりようかな。誰にも言わんでよ。また来週。